チェコの世界遺産リストとなります。中世の居酒屋を再現しているとのことで。フィニッシュ、あ、はい、クトナーホラもまた大好きになりました。空の波々感めちゃ綺麗。ほんのちょっと休憩というか体勢整えて16時55分から外出です。17時からダチツキの家っていうところ見学するみたいなんですけど、ガイドブックにも載ってないし、一体何をするところなのか気になります。プラハから日帰りで来る人が多いんですかね。だいぶ人通りが減ったように思います。という僕も7年前に来た時は日帰りでしたね。ありました、ダチツキのカフェ。こっちはなんだ、こっちかな。まだ単語の意味も分かってないんですけど、この人がダチツキーさんなのかな。行ってみます。ドブリデン。では入場します。本来は撮影できない場所なんですけど、今回は取材ということで OK です。直感で分かる展示が多くて面白くなってきました。ボタンを押していくとちょっとずつ街が新しくなって、ああなるほどね、ちょっとずつできていくんですね。で今はこうと、あーなるほど。であっちにアニメがあってクトナーホラの歴史見られたんですけど、コミカルにシンプルに描かれているのでとても分かりやすかったです。それでこちらはチェコの世界遺産リストとなります。半分ぐらい行ったことあったかな。これ合わせると何になるんだろう、難しいな。結構できました。できたけどよく分かんない。これは何でしょう、白い部屋に、あ、崩れて怖いよって話か。はい、このままこっちの地下室進んでみます。宝箱がありました。中身は空っぽです。上のフロアにも行ってみます。これはクトナーホラーの昔の写真ですね。街並みの聖バルバラ大教会の模型ですね。これは納骨堂ですね。最上階です。世界遺産についての説明があります。子供向けの体感型のところですね。ダチツキーズハウス見学終了して出てきました。こちらはアカデミックな場所なので面白いとか愉快とかそういうこととはちょっと違うかもしれないんですけど、チェコの世界遺産とかクトナーホラの歴史について知ることができてよかったです。本日の観光見学予定は全て完了です。夕食まであと13分ぐらいあるので、ちょろっとだけこの近所散歩してみようと思います。綺麗な街ですね。音楽教室あるのかな、歌が聞こえます。とっても綺麗でおしゃれな街です。今日いろいろな場所見学して楽しかったんですけど、ただ街を味わいに来るだけでも価値があるなと思いました。ご覧の通り静かに街並み楽しめますから、プラハからも近いですし、ちょっとしたショートトリップにクトナーホラすごくいいんじゃないかと思います。こんな歴史的な建物の中に八百屋さんが入ってたり、あのキャベツ大きいですね。あとジャガイモとかニンニクとか並んでます。さてそろそろディナーのレストランに向かいます。こちら予約してもらってますので入ります。あーびっくりした、もう閉めちゃうところだから、あれ予約したのにと思ったら、今のところはカフェでレストランはこっちだそうです。あ、よかったよかった、営業中です。美味しそうだ。おーすごい。こちらのお店は中世の居酒屋を再現しているとのことで、はい。まあ見てすぐ分かる通りとっても素敵な内装です。あちらダチツキーさんですね。メニューにもさっき見学したダチツキーさん描かれています。クトナーホラのご当地ビール来ました。クリスティーナさんはおすすめしなかったですけど、果たしてどんな味なのか、ではいただきます。そしてメインディッシュも到着です。ワイルドボアって何でしたっけ。なんか突進しそうな生き物ですよね。あ、イノシシ、それのグラーシュですね。スープになってます。ドライフルーツのパンとか入ってるのかな。とっても美味しいです。
ビーフシチュー的な食べ物なんですけど、ほんのり甘くて優しい味付けになってますね。大人の上品な甘さ。肉もホロホロと崩れるぐらい柔らかいですね。では続けていただきます。本当うまいですね。すごくハマりました。もしかしたら最近食べたチェコ料理の中で一番お気に入りこれかもしれません。ごちそうさまでした。美味しかった。今日は夕食食べ終わった時間早いですね。まだ18時42分です。明るいです。普通に散歩楽しんでもいいんですけど、僕はブルチャークどうしても今日飲みたいので、一旦宿帰るかな。僕のホテルのお向かいのお店にブルチャークって書いてあったんですよね。まだ空いてるといいんですけど。営業終了しちゃってるかな。広場の方に行ってみます。ブルチャークを飲めばクエスト全部達成ですから、今日のガスト明日以降はねチャンスあるかわからないし、どうしても今日決めてしまいたい。それとは別にこの散歩がだいぶ楽しいですね。この石の壁、確か当時のままのやつですよね。さっき習いましたね。正面の教会もすごいですけど、そうそう、ここ振り返るとあれも見えるんですよ。聖バルバラ大教会。下の広場も綺麗だし、いやー絵になる街です。特にこの構図なんかかなり中世のロマンかきたてられますよね。今気づきました。右の建物ポリスって書いてあるから交番あるいは警察署的なところですね。この外観ではイメージつかなかったですね。街の景観に合わせてるわけでいいなと思います。今日の昼過ぎに教えてもらったお店はこっちだったかな。ペスト終焉の塔に来るちょっと手前でしたよね。ブルチャークの看板あったの、あの辺りかな。彼は紐につながった何かを回してますが、中国拳法の武器の流星水の練習をしているのでしょうか。ちょっと危ないね、通行人いるからね。思い出した、新北京飯店があって、はいはい、あの石の家かな。でここにねブルチャーク、あれブルチャークって書いてなかった、午前中なくなっちゃった。一応聞いてみます。どういでん、あの、Do you have ブルチャーク？フィニッシュ、あ、はい、ゼートラ、あ、トゥモロー、明日、はい、どうしよう、もう当てはないんですけど、足でブルチャーク探すしかありません。っていうか、もともと夕方飲むものじゃないのかも。でも、一縷の望みをかけて歩きます。クトナーホラの街、夜が早いですね。まだ19時ちょっと前なんですけど、お店の営業はだいたい終わっちゃってるし、人通りも少ないです。広場です。あそこはお酒飲むところ、ブルチャークとは書いてないな。あそこブルチャークって書いてあるけど、鍵を閉めてしまったところだ。残念だ。ふえー、もっと早く飲んでおけばよかったよと、ちょっとしょげているところで後ろを振り向いたらですね、これですよ。これすごい綺麗。夕焼けを背景にこの美しい街並みと広場、あー最高。今回チェコで訪れた街全部好きなんですけど、クトナーホラもまた大好きになりました。街の地図がありました。今その一番広い広場のところにいますね。あれが石の家だと思うし、もうこの地図に書いてあるところ夕方の散歩だけでだいたい回ってますね。ちょうどいいサイズの歩きやすい街です。路線バス、こんな街中も通るんですね。まさかピザ屋さんにはないよね。その後 3,4 軒寄ってみたんですけど、ブルチャークは見つかりませんでした。残念ながらブルチャークのお店は見つからなかったんですけど、ただこの素晴らしい時間帯に素晴らしい景色を見るだけでよしとします。っていうかむしろ最高ですね。すごい美しくて幻想的ですね。おお、すげえ美しいし、そして人が少ない贅沢さもって、やばいっすね。あの空の並々感めっちゃ綺麗。その階段に登って見てみましょう。なんかタイムスリップしたような気持ちになってます。割とマジで。この姿はね、
増築した部分があるっていうのは勉強したんですけど、とりあえずそれは置いといて、何百年も前からこの姿なんですからね。ここは入っていいのかな？ 21 時まで空いてるんですね。すげえな。単に美しいっていうことプラス、今ビデオで撮ってる中に誰も人がいないわけですよ。この贅沢さはやばい。これは近代アートですね。はい、近代アートですね。素晴らしい景色を堪能していますが、夕日の時間そろそろ終わりで、ぽつりと雨も降ってきた感じがするのでホテルに戻ります。ここは大学って言ってましたね。そういえばあれも近代アートですか。19時24分ホテルに帰ってきました。部屋に帰ってきました。ただいま。部屋の窓からさっき歩いてた石畳の道とか見えて、こういうの大好きです。街にちょっと溶け込んだ気がします。21時26分結局その後外出する余力はありませんでした。これからちょっとだけブログ書いて、そして早めに寝ます。おやすみなさい。